今の会社って誰か決めてくれるっていうよりも自分たちが決めたものがそのまま通るってことが多いので、ちょっとまあライトの水に出しておいてなくなりますんで、今は全然伝えてもらっては前の会社だったらこれ難しかったかもしれないけど今の会社だったらこれできるかもなとかってやっぱり思うところは、まあ、前職を経験してるっていうのもあって、情報システムの管理者を会社の中のヒーローにしようぜみたいな話とかもあったんですけど、そういうのを目指してるかなというところですね。大きなプロジェクト何個も思っていてですね、努力家っていうのが一言で言うとイメージですかね。おはようございます。おはようございます。ちょっとそうだね、お盆でお休みだったところもあるだろうし、先方もね、はい、お休みとかあっただろうから、ね、どこからもう一回仕切り直しで。今確認してくださいを言ってて、その後の確認は取れてない状況ですね。うん、ちょっとまあライトの水に出してるけど、なくなりますんでっていうのは全然伝えてもらっては構わない形で。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、明日の商談はですね、まあ、教育関係のお客様という形になってまして、そこに対して販売パートナーさんももう一緒に同席していただいていますと。そこからのご紹介みたいな形で、お客様に実際に、まあ、変化版をご紹介をさせていただく形になるの で実際に変化版の全体像みたいなものがあって、まあ、明日とか左側をご紹介したりするんですけど、まあ、全体をご紹介する時もあればお客様のこうご課題に応じて個別にご案内するというような形もありますっていう感じですね。改めましておはようございます、うん、はい、ちょっとサクッとちょっとこちらから共有させていただくことで今回ちょっと多め、ほとんど7月の分はほとんど残ってない形になっていますが、どこまでができたのかを確認させてもらってっていうところまではやってたんで、はい、まあ、もしかしたらその方が安牌というか、はい、安心して進められるところもあるかなと。分かりました。 QA ケアの方に遊んでいただいているところはあるので、清水さんの分かる範囲でぜひご回答をお願いできれば、この条件のサービスだったらできるとかっていうのがあるんでしたっけっていう。よほど特殊なことやってない限りそんな設定しないはずなんで、まあ、おおむね365側の設定ですだと思いますね。あ、了解です。他ありますか。大丈夫そうですかね。なんか清水さん来ると割とコアな質問が増える傾向にあるんでじゃあ一旦今回はこれで。清水さんに一言コメントいただいてもいいですか。清水さん一言コメント開発者の方から見て営業やられてる清水さんのこう印象を教えていただいてもよろしいでしょうか。自分たちその技術側とその営業さんとしての清水さんとのこう役割がはっきりしてるなっていう印象がすごいあります。なので、まあ、正直めちゃくちゃやりやすいなって思ってます。清水さん100点ありがとうございます。怖い、私無茶振りしてすみません。とんでもない、はい、ありがとうございます。じゃあ一旦このミーティングは以上とさせていただければと思いますので、またお願いします、はい、あ、よろしくお願いします。教員の先生方と職員さんとかでルールをちょっと変えたいですみたいなお話、まあ、送信者によってルールを変えられる、柔軟に変えられますみたいなところとかっていうのも、まあ、ポイントとしてはあるのかなというところですかね。ありがとうございました。失礼します。すごいですね。雷が。私としてはその変化の社員がこうどういう思いで変化マンをこう作ってるとか維持してるとかサポートしてるかっていうところももちろん知っているので、もう絶対にそのお客さんにとってはこの変化を使っていただいた方が絶対にこう中長期的にもお役に立てるっていうところの自信はあったりするので、まあ、そういったものをお届けしたいっていうところは、まあ、楽しさとしてはあるかなという気がしますね。情報システムの管理者をその会社の中のヒーローにしようぜみたいな話とかもあったんですけど、そういうのを目指してるかなというところですね。まあ、それを我々はもうお伝えをする
お客様にどんどんお伝えをしていくことがまあミッションにはなるので、まあ、そういう世界に近づくためにやってるような感じはありますかね。新卒で入った旅行会社では本当に今とは全然違ってですね、私がちょっとこうパッションを持って、あ、これこうした方がいいのになとか、こういう提案したいなとか思ったことをこう社内の人にこう言ったりとかすると、いや暑いねみたいなって言われるみたいなところが若干あって、いや石井さんは暑いからねみたいな、で暑い人枠みたいな感じになってたところも若干あったんですけど、ちょっと一回考えてみようかなっていうふうに思って、まあ、転職活動をしてみたというところが大きかったですね。まあ、IT 業界っていうのがまあ景気良さそうっていうところも印象としてはあったので、まあ、話は聞いてみようかなというところでカジュアル面談をまあさせていただいたっていうところがきっかけだったかなと思います。まあ、純粋にまず声かけてもらえるのは嬉しいじゃないですか。だんだんやっていくと、あ、結構あれ重たいぞみたいな形になっていったところがあって、ただ結構なんかいろんな新しいこととかやりたいみたいなタイプではあったので、そこをこうまあ邁進していくみたいなところは割と楽しい感じではあります。今の会社って誰か決めてくれるっていうよりも自分たちで決めたものがそのまま通るってことが多いので、あ、これ私は本当に自分が決めちゃっていいんだろうかみたいなところの難しさはあったかなと思いますね。やっぱり1本目を早めに実績を作るっていうところはかなり大事だったかなというふうに思ってるので、それが割とちょっとスピーディーに決めれた結果を早めに出す、1個でもいいから早めに出しておくっていうところは良かったかなと思いますね。そうですね、もうプロジェクトチームとしてはうわーっていうところだったんで、私 もうそのテンションのまま社内のチャット の一番こう全員が入ってるチャンネルがあるんですけど、そこにバーンと投稿して、一発目1個取れましたっていうのを、ただこう皆さんがわーっといろいろ反応してくださってですね、それは嬉しかったです。そうですね、いきなり呼び出されたっていうところなんですけど、その時の私の上長とその上の役員ですかねに何の予定かわからないミーティングが設定されていて、でそこに会議室に呼び出されて、何ですかみたいな感じで言ったら、転勤の打診ですというお話がありましたと。悩みすぎてもう答えなんてわからないじゃないですか、悩んだところでっていう、なんかそっちの境地に入りまして、その月曜の朝に自分が思った方にしようみたいなっていう、もうそっちにしようっていう決め方をして、まあ行ってみようかなって思ったっていうところが一番大きかったかなと思います。あ、いいですね雰囲気が。お疲れ様です。で役員の方が来られるとかなったら、それはそれでこうチームメンバーのアピールもちょっとしたいなっていうのもあったりするから、やっぱりこう名古屋の人たちもめちゃくちゃ頑張ってくれてるし、めちゃくちゃいいメンバーがいるんで、もうアピールしたいみたいな。仕事に関しても大きなプロジェクト何個も持っていてですね、周りのことも気にしながら巻き込んですごく大きいプロジェクトを推進されるっていう、まあ、パワフルさと、まあ、そういった気も使えたりっていうところで、まあ、理解力もすごく高い方っていう、まあ、クレバーさもこう持ち合わせているような、すごい頼れるマネージャーだなというふうに思ってますね。努力家っていうのが一言で言うとイメージですかね。 IT やってこなかった方とは思えないぐらい知識も豊富なので、ものすごい勉強されてきた方なんだなっていう印象を持ってます。今の会社入ると熱い人いっぱいいるんで、自分より社会人経験で浅くてもめちゃくちゃ優秀な子もいっぱいいるんですね。なのでそこに対してそういう歴とか全く関係なく、なんかその熱さをそのまま自分の中で持ったまま話ができて、私は例えばこういう働き方をしたいんですみたいなことをリクエストを上げたりすると、私はそういうことを考えてくれたりとか、じゃあこれはどうするとかっていうことを言える会社なのと、それをどうにかしようと思ってくれる人たちがいるので、そういう会社がもっとなんか日本に増えてくれるといいなっていうのもちょっと思ったりとか、うちの会社がそれこそ、まあ、そういうモデルじゃないですけど、そういうふうになっていってくれると嬉しいなと
というところがあるので、そこで少しでもちょっとこう環境改善とかにもつながると一番いいのかなとは思いますね。じゃあ皆様、時間になりましたのでやりましょう。いつも通りアジェンダ開いていただいて。